死にたくはありませんが生きる意味も感じられません。幸せそうな人を見るとイライラして顔が引きつる、やってられません。どうすれば気持ちを切り替えることができますか。これも同じですね。幸せそうな人、自分より恵まれている人、勝ち組の人、最近はそういうことで犯罪がよく起こってますよね。京王線とか小田急線とかで、勝ち組の女性イライラして、で、無差別にやって死刑になってもいいと思ったっていうね、そうです。コンプレックスがあって、でそういった自分の社会の中での位置づけに卑屈感とともに社会に不満があって、誰彼が具体的に憎いとか恨みがあるってことじゃなくて、社会全般の勝ち組に不満があるんですね。自己嫌悪と他への嫌悪、この両方があるわけです。そういう時代になりました。そういうものの考え方、今よりもっと他人よりもっとと思って、他人に勝っていたら幸福、劣ってたら不幸という脳の習慣になっているとですね、半分の人は負け組ですから、そういうふうになってしまうわけですね。死にたくはありませんが生きる意味も感じられません。幸せそうな人を見るとイライラして顔が引きつる、やってられませんということですね。だからこの気持ちの切り替えをするためには、その本質的には根本的には人生観、幸福観、価値観というものを見直した方がいいと。他を利して幸福になるのと、他と競って他から奪い勝って幸福になると、これは2つの幸福があって、その後者の奪い勝つ幸福は中毒性があって、これはある種やばいんだと、あんまりやりすぎると。で、後者じゃなくて他を利して幸福になる、そういう方向に転換すればですね、それは自分の劣等性ですね、その劣ってる部分、これは同じように劣ってる人の気持ちを理解して共に歩む自分の財産になるんだと。苦しみが多い人の方が優しくなれる、慈悲深くなれると、そういう面もあるんだと。つまり長所と短所が表裏であると、苦楽表裏であるということに、そういった知恵に気づく必要があります。まあ表現を変えれば、奪い勝つ幸福と利他、他を幸福にする幸福と、この2つがあるということが1つ。そして真実は苦楽表裏だから、奪い勝てる幸福の裏には、他を利することは苦手であるというか、実際自分の存在が他の苦しみになっているという欠点、短所もあるんだと。だから勝って兜の尾を締めろと。慢心に至ればそのうちだんだんみんなに疎まれて、あいつ偉そうじゃないかと、だから落ちていくわけです。で、不幸な生い立ちでも諦める必要はない、それはもったいないと。それを生かして幸福になった人たくさんいるじゃないかと。まあ戦国の時代もね、あの生まれながらにしてその殿様の血筋だったその織田信長、これもいるが、もともとはドン百姓だった。だけど人の気持ちが分かって取り込むのがうまかった秀吉もいるし、幼少期は捕虜の身で、若い時には戦やってもやっても負けるか、生き残って成功した徳川家康もいると、いろんな人に長所と短所がそれぞれあって、他の短所を反面教師として学んで、他の長所を教師として学んで、そう、自分と他人を比較するんじゃなくて、他を教師としてみんなの力を合わせていくと。そういった意味で、あの徳川家康っていうのは戦国の覇者ですが、信玄と謙信と秀吉と信長の良さを自分の中にその取り込んで、悪いところを自分の中から排除して、そういった戦国武将の結晶として存在したんじゃないかとも思います。そういう考え方ですね。勝ち組負け組、勝った負けたじゃないんだと。それがよくわかるのが、まあ今大河ドラマでどうする家康っていうのがやってますが、家康の最大の危機っていうのは、一つは本能寺の変の後伊賀越えってとこがあったんですが、その前はやっぱり戦国最強武将武田信玄、これに追い詰められた味方ヶ原の戦いで、自分の領土を自分を相手にせずに横切っていく信玄の心理作戦にはまって、これは武士の名折れってことで突っ込んだら
待ち構えてた信玄にコテンパンにやられてもあと絶体絶命で城の中に戻っていったわけであります。しかし彼は生き延びた。それはそう、追い詰められた後の家康の大胆なそして冷静な戦術もあって時間を稼いでいるといったこともあるんですが、信玄が病死してしまったわけです、ね、運がいいといえば運がいい。でもその信玄の病死と武田軍の撤退にの報を聞いて彼の周りの家臣はもう狂気だったと。やったと。でも家康は喜ばなかった。家臣にこう言ったわけです。信玄の死は喜ぶべきことではないと。私は信玄を尊敬し彼から多くのことを学んだと。多くのことを学んだ。で実際にですね、後に関ヶ原の戦いにおいてその信玄の家康にかけた心理的トリック、これ今度は家康が相手方に使ってるわけです。信玄の強いとこから学んでるわけです。それからもう一つ、家康は信玄の弱点を反面教師として取り込んだと私は思ってます。家康の康というのは健康の康です。戦国最強武将、自分がとてもかなわなかった人間も死には勝てなかった、病気には勝てなかったと。一番強いのは健康長寿のものだと思ったんだと思います。家康それで実際に健康、これを気遣って食べ物とかも工夫して、で実際76歳まで生きて、秀吉62歳、信長49歳、信玄も同じ寿命は長いんですよね。あ、謙信か。武田信玄の最強にしてしかし自分に敗れた短命の欠点、これを反面教師にして信玄のを教師として反面教師として取り込んでいったんだと思います。で秀吉も取り込んでいった、信長も取り込んでいった。自分が勝って他人が負けること、自分が生き残って他人が死ぬこと、こういった自他の比較で喜んだり苦しんだりするんじゃなくて他人の存在は自分の学びの対象としたんですね。絶えず優劣の比較分けをして他人というものをこれを自分の上とか下とだけ考えて、どんな上の人にも欠点があるし、そしてどんな下の人にも学べる長所があるし、優劣を自他の間で比較するんじゃなくて全ての他人を自分の教師として自分を成長させるために使う。つまり人生の目的は自分の成長であって他への勝利じゃないんだと。言い換えると自分の唯一の敵は自分の内側、これにある敵、自他の優劣を比較しすぎて勝った時は満身おごって成長せず堕落し、負けた時は諦めてしまう、この自分の中の弱い心、無知な心が唯一の敵だと。それをせずに、だからどんどん学んで自分を成長させていけば時とともに気づいてみると秀吉や家康のように自分が一番強くなっている。そういうのが本当の勝者の道なんだろうなと思います。勝者とは自分より優れてると思う人間からもその長所や短所、これを学び取り、劣ってると思う人間からもその長所や短所から学び取り、みんなを教師、反面教師にする成長欲求の強い人、つまり賢い人って言うんですかね。で単に優劣を比較して自分が他人より安直に上だと思って舞い上がったり、自分は他人よりも安直に劣ってると思って落ち込んで、せっかくの自分のポテンシャルを生かさない、そういった怠け者の人は、それは結果として幸福にはなりません。そういった意味では仏教的な視点からは、初期に劣等性が強い人がそのずっとダメだってことはないと、その裏に優等性があるんだから、初期に優等性が高い人がずっと優等かどうか分かんないと、それだったらばなんで今川義元が、なんで謙信が、なんで信玄が戦国を制さないんだと、なんで彼らが負けて、でその信長じゃなくて、なんで秀吉じゃなくて家康になったのか分からない、そんなに簡単なもんじゃありませんよ。慢心と卑屈の諦め、両方とも成長しない、努力しないという怠惰、これを背景にした、自分が勝っている時は慢心、劣っている時は落ち込みで諦め、
この心の働き、これが敵なんだと。これを超えることが人生で非常に重要で、結果として勝者の道だというような考えですね。でまあ、そういったあの幸福哲学、これを仏教は、そして普遍の道理は示しているのじゃないかと思います。で孫子の兵法というものがあってね、戦わずして勝つというのがあります。これは言い換わると、他人は敵じゃないんだと、教師なんだと。そう見て焦らずたえまず努力する人は、戦わずして勝てる時は来る。そうやって努力しない者はだんだん衰えていって、なぜか自分より早く死ぬ。そういう長期的な勝利の哲学じゃないかなと思います。敵は自分の中だけにいて、周りの敵のように見えるものは実は教師だと。仏教で敵こそ教師っていうこと。で健康長寿を保って長年の努力をすれば、外敵と見えたものは消え去っていく、自分に道を開けていくというような思想かなと思います。